こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。おめでとう。通算ログインが600日、すごいな。気がつけば、ヒンバーのお守りっていうのも手に入れたな。そういえばさ、レア。お？なんか来る？まあそれでも、おっと、 SSR サドラーズギャルをゲット。サドラーズギャルってなんだろう。おや、もっと戻って。そういえばさ、ヒンバサドラーズギャル、うん、鍵が外れてるってことはもうゲットしてるってことだから、これだ。はい、ではプレイやっていきましょう。ベスト体重が、なるほど、もう1周いきましょう。もう2周ぐらいいきましょうか。っ、ね、おっと、コインをゲット。さあ、これで入球です。はい、何です？一戦はあまり得意ではなさそうということで。いい感じだね。人参か。バタイジはベストな状態をキープしてるねってなってますね。ダートは向いてないからな。何がいいんだろう。中長距離。でも、仲間記念も実は合っているという話なんで、京都記念行かせてみますかね。岡部が乗ってくれるんで。426じゃ軽いということで、428かな、ベスト馬体重は。そういえばさ、元気だね。人参か。これか。嬉しいか。はい、何です？今週はレースがあるよ。はい、何で
回復スタミナ、まだレースには出しちゃいけないっていうことですよね。このコメントは。中巻き出前待つか。また人参。嬉しいか。はい、何です？今週はレースがあるよ。はい、何です？まだ428ですね。人参ね。おっと。いい感じだね。はい、何です？2.5 倍か、一番人気といえ。雨ですね。雨は向いてんのかな。2番人気が11番エルカサリバ。3番人気が4番のヤマニゼファーだけど、そんなに CC ついてないな。4番人気が1番シスター当初。5番人気が、9番ムービースター。これは丸が1つついてますね。次が、10番、石庭竜王ですか。このあたりまでが、圏内なのかなという気はします。とりあえず、レース始めましょう。うわー、裏表。さあ、これは、6枠7番です。中山記念。4番手ですね。ツインターボ、これはもう大方の予想通り、この辺りちょっと離れている11番エルカーサリバー、ヤマニンシアトル、第1コーナー、右にカーブを取って、第2コーナー、外を通って、7番、パタノアーバンシー、そして内からはヤマニンゼファー。ヤマニンゼファーがマークしてますね。さあ、G2 なんで飛ばしましょう。今、ツインターボ、大逃げですね。あのツインターボ、伸びが足りない。どうしたんだ。うわー、ひどい負け方だ。5着です。なるほど、距離が間違ってたんだ。京都記念の方が正解だったのかな。リフレッシュ。
で、成長促進です。はい、何です？元気だね。いい感じだね。はい、何です？大阪杯出すかな。問題はこれ距離かけんなことですよね。元気だね。買い場か。体重はバッチリだね。ねえねえ、翌週です。今週はレースがあるよ。さすがに出せないですね。元気だね。大根か。0キロで大根ってどこにあったかな？これだ。いい感じだね。はい、何です？なんとかここで勝ってほしい。1番人気ですか。2番人気が6番メジオマクイーン武豊鞍上、3番人気が5番ナイスネイチャー松永正弘鞍上、4番人気が7番エルカサリバー山田大成鞍上ですか。とにかく G2 で2着だったんでね、その辺がどう影響するか。G1 には出してみたもののっていう感じですよね。さあ、まといが大阪杯です。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。うわー、出遅れた。大したことないのかよ。めっちゃやばい。強羽衣が行った。そしてその後ろからメジロマックイン、イクノディクタスがそのうちにいます。それからもう一頭、12番ネーハイビクトリー。そしてそのうちに7番エルカーサリバー、それからワイドバトル。そして1番人気のパタノアーバンシー、なかなかいい感じ。後ろから4番で、4番目エースが果たして。9番レッドイットビー。もう一度整理しておきましょう。これが先頭、2番強羽衣であります。その外に3番オースミロッチ、ラッキーゲランがその後ろ、そして4番手にメジロマックイーン。ペースも速くない。外を通って12番ネーハイビクトリー、イクノディクタスがかわしていきました。外から1頭エルカーサリバー、その後ろ3馬身くらい。さあどうだろう、ペース上がる。気合はどうなんだ。パタノアーバンシー、押し上げていけるか。あんまり押し上げれるような感じはしないですが、今上がっていきました。4コーナー、あ、いい伸びしてますね。これは突き抜けるかも。差しの方がいいんじゃないのこれ。さあ、あとはナイスネイチャーだが、これは強い。前走何だったんだっていうか、まあ距離なんですけど、
突然化けましたね、刀のアバンシー。 G2 5着なのに G1 初制覇になりましたね。放牧ですね。はい、というわけで見事に大阪杯をメジオマクイーン、ナイスネイチャーらがいる中で勝利できました。もっとこれから良くなってくるんじゃないかなと期待したいところです。まだですね。はい、というわけで、見事に大阪杯を勝ちまして G1 初制覇になります。これからも楽しみにしてください。ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。まあ、登録まだの方はですね、チャンネル登録ボタンをぜひ押して、登録をよろしくお願いします。はい。また、この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間がありましたら、そちらもアクセスしていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。